ファンクでーす。この間ね、ニューね、新橋ビレー訪れたんだけど、ここね、香ばしいのよ。なんとね、1971年の4月にオープンしたんだけども、もう47年経ってんのよ。もしここら辺ね、特に西口はね、空襲で焼けちゃったのね。で、そこに、なんか闇市ができて、で、不法占拠したね、露店とかめっちゃね、乱立した場所なんですけども、都市計画でね、ここら辺ね、更地になって、で、このね、ニュー新橋ビルがね、建ったのよ。いや、ここね、すごいのよ。なんとね、飲食店とか、あとね、金券ショップとかね、マッサージ店とかね、もういろんなね、もうお店があってね、通称ね、親父ビルと呼ばれてるのよ。ファンクさ、ヤングじゃん。だからね、このビルにはファンクね、馴染まないと思うのよ。若いからね。それでね、ここのね、1階になんと、武蔵屋さんというね、洋食店があるのよ。もうカウンターしかないんだけど、ここね、ナポリタンもオムライスもね、いやもうドライカレーもカレーももう美味しいのいっぱい。美味しいのいっぱい、それで今回ね、ファンクちゃんね、ここのね、バターが香る、並んでもね、食べたいといういろんなところで紹介されてるオムライス750円にね、特盛り350円プラスしたのを注文しました。このね、オムライスすごいバリューミー。厚みすごいでしょ。ケチャップもさ、ダバーってかかってて。それでね、ナポリタンね、結構ね、多いんですよ、これ。動画以上に。あとね、キャベツもりもりね、それにね、味噌汁ついてくるんですけども、今度ね、機会があったら、ナポリタンの大盛りも食べてみようかなと思ってるんですけども、あ、大盛りじゃなくて特盛りですね。でね、これね、運ばれてきた瞬間ね、ケチャップとね、もうすっごいバターの匂いがね、プンプンなのよ、もう、プンプン。これはね、うまいんですよ。昔ね、地元の先輩にね、この武蔵屋さんのオムライスが美味しいから、ちょっと来いやって言われて、あ、はいって言って、ご馳走してもらったことあるんですけども、当時の味のまんま、ファンクが17とか18の時よ。その時食べたね、武蔵屋さんの味そのまんまです。もうね、中のね、ケチャップご飯もね、さることながら、このね、卵がまあ、バタってんのね。いや、これはすごくうまいのよ。今日はズビシー言いません。ここはもう、東京シークラブの殿堂入りのお店なんで。でね、もう、ここね、とにかくうまい。だからね、めちゃくちゃね、並びます。それなんでね、長時間並ぶ覚悟がある方しか食べれないという。それでもね、美味しい。味噌汁もね、わかめのスープだったんですけども。いや、まあ、うまかったね。前なんか、ファンクが最後の当時はどれぐらい前だろう。22とか23よ。その時ね、ネギと豆腐の味噌汁だった気がするんだけど。でもね、ここ味噌汁もうまいんだけども。ファンク、ちょっと久しぶりにほんとナポリタンのさ、特盛り食べたくなったな。ここ本当にね、どれも美味しい。カレーも美味しいんですよ。ぜひね、皆様に食べていただきたいお店で、あと、支えていただきたいです。10年、20年先もね、ここでまた食べたい。ファンクね、今回すごく嬉しかったのが、もう26年以上経つかな。それぶりに来たけどね、もう何も変わってない。ちょっとすだれが綺麗になったぐらいで。いや、本当にね、昔からね、ここね、ほぼ変わってない。店員の方はね、ちょっとだいぶ変わられて、外国の方もね、払えてたんですけども、みんななんか優しくてですね、ここね、
雰囲気もすごくいいんですよ。それなんでね、もうぜひね、皆様に行っていただいて、ファンクちゃん本当ね、もう何年後かにもまた来たいのよ。だからみんなちょっと行ってあげて、ちょっと支えてあげてね。ファンクちゃんここでもうオムライスと、ね、ナポリタン食べれなくなるの悲しいから、お願いよ。12月の終わりにさ、今年も検索ちゃんネタ祭りやるらしいんだけど、その時にね、あの爆笑問題のね、太田がね、あのゲストに来てたオリラジに、オリラジはどうかしてるって言ってたらしいんだって。今それもね、ネットニュースで流れてんだけど、おばちゃん思うのよ、太田光の方がどうかしてると思うあのね、中学校にいたのよ。なんかわけもわからず、なんかあのオーバーリアクションのね、あの同級生がね、でみんなね、あ、またかって言うんだ。相手しなかったんだけど、ちょっとのことでもうるさいのよ。わきゃわきゃ言うのよ。まあ、ちょっとのことでもわきゃわきゃ言うのよ。おばちゃんね、こういうわきゃして男にはね、惹かれなくてよ。もっとね、あの山田孝之みたいなね、特にあの、ヨシヒコをやってる時のね、もう山田孝之はもうたまらない。もうおばちゃん、チビしてきちゃう。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？今ね、南青山で騒動起こってるんだけど、おばちゃん、そのニュース、知ってる？知らないけど、どんなニュースなのかしら。ネットでは反対意見に、はてはてはて。超高級住宅街で知られる港区の南青山に区が児童相談所を建設する計画を発表したところ、説明会で参加した住民から反対意見が起こり、区と一部の住民とで騒動に発展。19日の会見で港区長は計画通り進めていくと再度発表し、さらなる騒動に拍車がかかっています。そんなことが起こってるの？何言ってんだよおばちゃん、今はもうネットで騒然となってんだよ。今ホットなニュースだよこれ。場所はどこら辺なのかしら。ちょっとあの久しぶりに真実の鏡。あら、まあここめっちゃ土地が高いとこじゃない。周りのお店も高いところばっかりで。おばちゃん、お願いなんだけど、そのさ、住民の人たちのさ、反対意見をさ、ちょっとラビー見たいな。ニュースではちょっと触れてるけど、実際どんなこと言ってるのかね、ラビーね、知りたい。そんなに見たいの？しょうがないわね。それじゃあ久しぶりに念で。3人の子を南青山の小学校に入れたくて土地を買って家を建てた。物価が高く学校レベルも高く、習い事をする子も多い。施設の子が来れば辛い気持ちになるのではないか。は？何言ってんのこいつ青山のブランドイメージを守って土地の価値を下げないでほしい。ここまでひどいとは思わなかったこれはひでえわこの周辺のランチ単価知っています？1600円くらいするランチ単価のところで、なんで親が施設に子供を連れてくるんですか？ネギ一つ買うのも紀伊国屋に行くような状況で、なぜそれがふさわしい場所なのかということも疑問に感じます。みんな南青山に夢を持って今まで取り組んできて、民間の力で青山のブランドを作ってきた。この場所にこういう施設を作るということは、施設に入る方にとってもなんかすごく違和感がある。あ、おばちゃんもういいよ、なんか見てて胸くそ悪くなってきたいや、民間で南青山のブランドを作ってきたって、いや、ほぼ企業ですよ何を言ってんのこの人。
おばちゃんね、ちょっと見ててびっくりしたんだけど、カメラとか回ってる前でよくこれを平然と言えちゃうだなんて、すごいわね、今。南青山ってこんなことになってんだね。でもね、これね、全国に流れたじゃない。まあ、あることが起こったらみんな気持ちは一緒なのかもね。あることって何よ。ラビちゃん、鏡を見てごらんなさい。あれ、おばちゃん、髪型変えた？今日いじってんじゃん。毛利元就を意識してセットしたのよ。三本の矢っていうテーマでね。そういえば南青山から逃げてきたやついるじゃん。あれどうすんの？金銀財宝持って助けてくれって来てたけどさ。よそ者を寄せつけなかった上流階級の意識高い系、名誉国民様でしょ。その金銀財宝で生きていけるんじゃない？追い出したか。そうだね。エビスのワッチーズ天才ってとこに訪れたのね。今回ね、ちょっとズビシは言いません。なんでかっていうとね、ここめっちゃ美味しいんだけども、なんかね、夜になるとチーズとね、天ぷらをね、合わせたなんかそういう料理がすごく有名で、今ね、若い女の子たちの間でバズってんだって。で、それがね、一時って、いろいろね、なんか今バズってるやつとかを紹介した方が、見に来てくれる人も喜んでくれるかなっていうから、うん、わかったって言うんで。で、ランチ美味しかったのよ、うん。でも夜ね、ちょっと今度訪れた時に、その、チーズと天ぷらの合わさったなんかそういう料理、うん、なんか、美味しそうじゃん。それをちょっとね、食べてみたいと思います。それでね、ランチでね、食べたのがね、10品目の天才プレート、スープ飲み放題、シャーベット付き1080円をね、注文しました。いや、なんとかログとか見て話してないですよ、ファンク。うん、ファンク独自のね、ちょっとこれなんて書いてあるの?10品目の天才プレート、いろんな味が楽しめるランチプレートが新登場。で、なんか食材はね、なんかその日によって変わるらしいんだけど、まあ、主なやつはね、国産鶏のサラダチキン、あと鬼おろしとチーズソースでっていうメニューと、あと、取れたてフレッシュ野菜とトマト、あとはいぶりがっこポテトサラダ、あと、枝豆とトウモロコシのトマト煮込み、熟成鶏の唐揚げ、あとね、サクサクポテトフライ、パルメザンチーズっていうのと、あと、半熟卵、トリュフの香りって、トリュフあったの？嘘。知らないでガツガツ食ってたけど、あ、トリュフあったの？あったって分かったもん、よく味分かんないけど。あとね、かぼちゃの天ぷらとか、そういうのが入ってるランチ食べた。うん。あともう一つね、オレンジエッグと10品目野菜の鍋焼きチーズオムライス。これなんかね、オレンジ色の、オムライスなのよ。今回ちょっとオムライス特集でよろしくお願いします。なんかね、大分県産のオレンジ色の卵っていうのがあるらしいのよ。それとね、チーズを使用した、ここのね、独自のオムライスで、すごくとろりとしてんだって。でね、ファンクちゃんね、いろいろ食べてね、まあめっちゃうまかったんだけど、やっぱりここチーズ料理多いのね。ズビッときちゃった。それでね、オムライスのソースね、なんか違うやつにすればよかった。こんなの上にかかってるとオレンジっぽく見えないじゃん。後でちょっと食べかけで申し訳ないんですけども。それを、なんていうの、オレンジ部分のね、卵をアップしますけども。今度ここでまたちょっとねえ、来ようかしら。もっとオレンジオレンジなのよ。この間接照明とかでさ、ちょっとわかりづらいんだけども。オレンジってね、でもね、すごく美味しい。両方とも食べたんだけど、
야, 야팔이네. 어이시네. 쓰고기 뭐 아까 원하는 것도 진 인기라신다 게도 뭐 아마 그릇 안에 거랬네. 그놈네 말란치오 막 그룹의 레포드 집에서 대기한다라. 프레쉬 そんな 感じかな. 最後 유즈のね なんかシャーベット 美味しかった. これも フレッシュ って 余裕こいてね 食べてたんだけど しばらくしてね 若い女の子たちが もう次から次へと入ってきて このお店の中でね おっさんファンク一人だけなのよ みんな若い子 きつくなっちゃってさ 食べるペース上げたよ いや、言いづらい、すごく夜とかもね、女性多いって言うのよ。 あ、これちょっと連れてこようかしら。 ね、 一人で来る勇気ない。 すいません、こんなグルメレポートで めっちゃいいね。 ファンクさんのボーナスが寸志だと言ってますが、 うちの会社なんて 例年暮れは 30万ほどだったのが 10万足す 社割引券になりました。 20%オフの券を 10枚も代わりに旅行しました。 それも使用期間が 6ヶ月しかなく 1回に1枚しか使えません。 わ、ひで。 うちの会社で取り扱っている商品は 10万円以下からで、 買えば 得かもしれないけど、 特殊な商品で一家に一つあれば十分です。 寸志は社割引券。 あ、それもきついね。 ファンクのさ友達でさ 水のサーバー使ってるところにさ勤めてるやついんのよ。 そいつねいつも25とか30万ぐらい ボーナスもらってたのよ。 今年10万1回買わなかったぐらいなんだって。 で、あとそれ以外ね、割引券。え、何これっつってね、会社でね、もうざわついたんだって。で、しかも、その割引券さ、まだ水だったらわかるじゃん。サーバーらしいのよ。家に1台あればいいじゃん。<笑>要は、その割引券で、みんな周りの友達とかさ、知り合いとかに、 売りさばいて、で、実際さ、その割引券使ってくれたら、まあ、その割合によって臨時ボーナスが出るって。で、これさ、ねえ、ちょっと軽いネズミ子じゃね。<笑>友達めちゃくちゃプチギですよ。子供もいるし、もう2人いいんだぞ、つって。住宅ローンも抱えてるし、まあ、どうすんだよ、これ。 ファンクちょっと買ってくれないって言うから、いや、うちはいらない。いや、まあ5台ぐらい買ってて、いや、5台もいらないよ。5台さ、ほぼ何使うの。<笑>水用と、あとお湯用とかに、分けて使ったらって。いや、だって1台で水とお湯と分かれてんじゃん。で、この割引券ね、売りさばかないとね、 ちょっといろいろ成績に響くらしいですよ。割引券さんもちょっとね、きついけども、ファンクの友達もね、泣いてる。いや、もうどうしようかって言ってる。<笑>ファンクね、ガチでね、お願いしたいんだけど、海外から人をさ、呼び寄せるのは別にいいのよ。でもさ、国内の雇用、本当にね、もう、干上がってる。 これもう明るい兆しないですよ。阿部ちゃん何やってんのよ。ちょっとお願いだからさ、ね、国内の、ね、このみんなちょっとね、なんとかしてよ。税金高いさ。いや、ほんと高いよ。知らない間にさ、チク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 上がってくるのもさ、ちょっとなんとかしてほしいよ。阿部ちゃんほんとお願いよ。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。 朝早いんで、ほんと今日はここまでで。ごめんちゃいです。ご相談ね、続きはまた次回よろしくお願いいたします。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくてどうするの？そんなんじゃファンクは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。と
東京市立クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。